実際に受けようと改めて思ったわけですね。そうです。なるほど。その時はうまくいったんですかね。その時は幸い第一志望の夜なんです。そうなんですね、はい、実際応募して JICA 海外協力隊って国が選べるじゃないですか、はい、行きたい国っていうところとそこで何をするかっていうところも選べるじゃないですか、はい、いわゆる募集みたいな一覧があってその中に国とその国の中で何をやるかみたいなところがあってでそこでヨルダンとどういう業種を選択されたんですか。僕は第一志望ヨルダンにして環境の勉強大学の時にしてたのでそういうことですね、まあ、なんか一貫性を持たせようと思ってあの環境教育の分野でちょうど募集もしてたので、はいはいはい、それで応募しました、ね、そうなんですね、はい、実際ヨルダンっていう国自体の募集の枠ってどれぐらいありました。少ないですよね。そうですね、概ね少ないですね。僕が行った時も全体で隊員30人前後とかだったので、はいうんうんうん、僕の同期も6、7人とか、うん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 、そのぐらいだったので全体的には少なかったですね。そういうことですね。実際なんか JICA 海外協力隊に参加する時って面接があるじゃないですか。あります。面接の時にどんなこと聞かれたんですかね、はい、それこそ環境教育で行くので、うんうん、環境のどういう今までのキャリアとかのことを聞かれたりとか、うんうん、あとはどこに行きたいですかって聞かれた時に、はいまあ、ヨルダンですって言うとなんかあヨルダンに行きたいのみたいな感じでなんか二度聞きされたり多分あんまり中東に行きたい人が少なかったのかですよね。確かにそうですよね。こういうのが印象残ってますけど、うん、なるほど。じゃあ実際JICA海外協力隊に行かれてヨルダンで環境教育をされてたわけですよね、はい、実際ヨルダンでどういうお仕事をされてらっしゃったんですか。僕は環境教育隊員で地方の教育局に配属されてたんですけども。あ、じゃあもう行政に入られてたっていうイメージですよね。はい、うん、でまあそこの教育局が管轄しているヨルダンの公立学校をなんか巡回して、はいそのまあ、環境部とかもあるんですけどそういうクラスで環境啓発のワークショップをやったりしたりとか、はい、あとはちょっとアンマンっていうんですけどそこで地域の人を巻き込んで一緒に他の環境教育隊員と一緒に協力して、はい、ゴミ拾いイベントを企画して実施したりとかっていうことをやってましたね。なるほど。もう第一にちょっと質問が浮かんじゃったんですけど、はい、実際どうなんですかね。今日本とかもようやく環境の勉強とかで学校とかでもやり始めてると思うんですけど、はい、途上国でもその環境の勉強みたいなのってされてらっしゃるんですか。そうやってるはいるんですけど、はいまあ、やっぱちょっとタイプが違って何て言うんですか、リサイクルで、はいまあ、例えばペットボトルとか缶とかをリサイクルして何かこう作り出すみたいな、うんうんまあ、ちょっと何て言うんですかね、ゴミを減量したり減らしたりっていうところというよりは、うんうんまあ、廃材を使ったそういうクリエイティブな何かっていうところでその当時はありましたね。なるほど、はいまあ、日本とかってリサイクルしましょうよとか、うんまあ、どちらかというとそういったところなんですけど途上国のヨルダンとかだったら、まあ、その廃棄物とかで何かに活かせないかいわゆる農業に活かせないかだったりだとか、うん、他のところに活かせないかみたいなところにフォーカスを置いてらっしゃったみたいなイメージなんですかね。そうですね、うん、そんな感じだったと思います。実際ヨルダンでの環境の問題って簡単に言うと何でした。なんで、まあ、隊員の間でも結構話になったの公共っていう意識がちょっと狭いというか、はいはいはいまあ、割と結構ポイ捨てするんですよ、はい、なんかバスに乗ってても窓からポイって捨てたり何を捨てるんですか。なんかまあコーヒー飲んでて紙コップ飲み終わったからポイって捨てたりとかあとまあ瓶を飲む方に捨てたりとか結構ポイポイポイ捨てをするんですけどでも家も散らかってるのかなと思ったら家の中めちゃくちゃ綺麗なんですよ、はいはいはい、だからまあ自分のプライベートスペースはすごい完璧に綺麗なんですけど、はい、共有とか公共の場は割とちょっとあんまりこう意識というか環境美化のそういう意識がまだいってないというかっていう印象はすごい受けましたね。だからそういったところへのアプローチっていうところもいわゆるワークショップとかで子どもたちに伝えていくみたいなところを活動されてたっていう感じなんですかね。あ、やってましたね。まあゴミのポイ捨てはダメとはしょっちゅう言ってましたし、まあ、ゴミ拾いイベントも、まあ、それの一環もあるんですけど、はいはいまあ、ゴミを拾ってはこんなにゴミが落ちてるみたいな意識してもらうとか、はい、そういうのもやってましたね。環境問題とかってすぐには効果出にくいじゃないですか。そうですね。でも実際2年間いてちょっと変わったなって感じた部分はありますか。ありますね。首都のアンマンでゴミ拾いイベント、まあ、定期的にやってたんですけどやっててヨルダン人の友達もよく参加してくれてたんですけど、うん、ゴミ拾いイベント参加する前はあんまり街のゴミとか目につかなかったけどゴミ拾いをするようになってなんか意外と目につくようになったっていう風に言ってた、まあ、多少なりとも意識の変化あったのかなっていうのは感じました、ねはいはい、そうですよね。実際環境問題っていわゆる文化とか風習の一つじゃないですか、うん、なんで
それを変えるのってものすごい年月がかかると思うんですね、まあ、なんですけどその2年間で少しでも変わったことがあってそれが継続できれば森さんのやったところっていうところに価値がついてくるようなイメージですよね。実際ちょっと聞きたいんですけど、はい、ヨルダンで生活していた1日スケジュール聞いてもいいですか？あ、大丈夫です。実際どんな生活だったんですかね？平日はヨルダンはイスラム教の国なので日曜日から木曜日、金土がお休みなので、はい、あ、そうなんですね、はい、日曜日は働く日だ。あ、そうですそうです。週の初めで、うん、日曜日から教育局に出勤して大体8時ぐらいですね、はい、行って、はい、大体3時ぐらいに終わるイメージ割と早いんです。早いですね、はい、朝早いと思ったら終わるのも早かった。そうなんです。そこはすごい僕はいいとこだなと思って、まあ、その後は家族も大事にするので、はい、家族サービスとか同僚もしてたりするので、はい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 、そこは日本は働きすぎだな日本ぐらいかな、そんな働いてるのはそうです、ね、実際ヨルダンの物価ってどうなんですか？日本と比べて。あ、なんか安いですか？いろいろですね。もう首都のアンマンとかだと高いんですけど、うんうん、結構栄えてて外国の企業の方とかもいらっしゃったりするので、もうバーとか普通にちょっと高級なレストランもあるんで高い。サービスタックスが16% とか。あ、そうなんですね。めっちゃ高いんですけど、はい、まあ、でも地方の方に行くとレストランとかもすごい安くって、だいたいケバブとチキンを焼いたやつになんかホブズっていう平たいパン、国民食なんで、まあ、そういうのがついて言っても500円しないかぐらいで食べれたりするので、あ、そうなんですね。だいたい安いとこ選べば全然安く食事はできます、ね、はい、あ、そうなんですね、はい、なるほど。実際ヨルダンに行かれていて2回目じゃないですか、はい、厳密に言うと、はい、1回目行った時と2回目行った時の印象の差ってありました？まあ、やっぱ言葉ですかね。言葉が喋れるから現地の人と意思疎通がしやすくなったっていうのは、はい、それで現地の人はどういうことを考えてるとか、ヨルダン人とかってこういう風な人たちなんだっての分かったので、はい、割となんか面白かったし、うん、まあ、親近感湧く部分もあったりしてっていうのが、はい、そうなんですね。実際ヨルダンとかで怖かったところとか、むしろいいなって思ったところってありますか？まあ、怖かったっていうところ特に僕の時はなくて。あ、そうなんですね。まあ、僕自身は、まあ、地域の子供とかが、まあ、外国人どうしても目立つので、うんうん、ちょっと興味本位で石投げてみたりとか、まあ、当てようとするわけではないんですけど、うんうん、からかってとかあるんですけど、うんうん、別にそんな危ない目にあったとかはなくて、うんうん、まあ、逆にアラブ人って結構オープンなので、うん、歩いてたら庭作業してるおじさんが急にお茶飲んでけとか言ったりとかまあそういうこの人だって人見知りしないのかなみたいな、いや、すごいですね感じの人たちだったんで、うん、日本では考えられないですね、はい、そうですね。実際どうですか、2年間で行ってよかったなと思ってますか？あ、でもやっぱり良かったですね、うんうんうん、なかなかその2年間海外で暮らせる経験ってあんまりないじゃないですか。そうですね、まあ、自分でやるとお金もかかるし、うんうん、まあ、情報もないし、その中でまあ2年間やっぱり住んでみてアラビア語も喋れるようになりますし、そうですよね、はい、確かに友達もできますし、うんうん、っていうのでは終わった後ももう一回気軽に遊びに行ける、友達にまた会いに行けるっていうので、はい、まあ、第二の故郷じゃないですけど、うんうんうん、そういう風に自分の中ではなったっていうのが一番大きかったですね。そうなんですね、うん、やっぱ2年間、ね、海外で過ごすっていうことってなかなかないですよね、うん、かつ働きながら過ごすっていうのもやっぱりコミュニティとしてはすごく現地の人とのコミュニティが広がりますよね、うん、でそれもう一回やっぱり行きたいなって思いますか、ヨルダンに？あ、ヨルダンはそうですね、やっぱり終わってから一回行ったんですけど、はいはい、それあ、もう行かれたんですか？あ、そうなんです。終わってもう1年も経たずに行ったんですけども、はい、その後はコロナ禍もあって全然行けてないのでまた行きたいなと思います。なるほど。実際ヨルダンで2年間過ごされてみて印象に残ったところとか、ここは自分の学びだったなみたいなところってありますか？印象に残ってるのはまあ多いんですけど、その日本と違う文化、風習、宗教なので、うん、はい、こういうことあるんだと思いがけないようなこともあって、はい、ヨルダンってイスラム教がベースに生活が成り立ってるところがあるので、はい、なんかバスとか乗ってたら急にバスの運転手が止まって、はい、お祈りの時間だからと言ってお祈りを始めたりとか、はい、それ日本だとそういうのあんま考えられないじゃないですか。そうですね、はい、あ、こういうことがあるんだっていうのがすごい衝撃で、でもどうしてもそういう理解できない部分とかもあったりとか、まあ、価値観的な部分とか、まあ、そもそもバックグラウンドが違うので、そういうのを理解しようと思って行く前はイスラム教の勉強とかそういう現地の文化の勉強とかしてたんですけど、まあ、最終的に理解しようとしすぎずにそういう考え方とか価値観もあるよねっていう風に許容できるようになったっていうのが一番大きかったですね。そういうことですね。まあ実際日本で働いてたり生活してると日本での生活が全てじゃないですか。なので
海外にいた時に必ずしもその日本の考え方とか働き方っていうところが適用できるわけではないっていうところですよね。なんでその彼らの生活習慣とか文化とか価値観っていうところをちゃんと尊重していわゆる一緒に働いていくだったりだとかコミュニケーションを取っていくっていうのがすごく重要っていうことで学ばれたってことですね。はい、ありがとうございます。実際じゃあ2年間ヨルダンで過ごされてその後日本に戻ってこられたじゃないですか、はい、その後すぐにもうフリーランスっていう形で写真化されてらっしゃったんですか。いや実は